あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。今日は太田市浜町にある油浜さんに来ています。油そば欲求を抑えきれずに数少ない油そば専門店へ初来店です。汁あるやつも好きだけど私は汁なし派。ここにメニューがあるので決めてから店内へ。どうしよう。メニューです。食券タイプのお店です。食券あるある、後ろに並ばれると焦る。台は 1.8? 店内混んでて取りづらかったんですが、テーブルカウンター怖がり席がありました。卓上には食べ方、そして卓上はちょいフィーバーです。小手そば並み750円、ドルルン。こちらは娘ちゃん。ネギトッピングとは子供で渋いね。生卵はオリジナルで乗っています。チャーシューは角切り。うまげー。コロチャーいいですね。混ぜたらこんな感じ。卵黄がいい仕事しそう。それではいただきます。卵黄の濃厚な味わいとニンニクがいい食感があって好きなやつです。タレと絡んでうめえ。醤油代850円、ドロロリン。私はこちらです。小手そばとは結構違うよね。パリパリ系の海苔がたくさん乗ってます。チャーシューは炙り系。味玉の染み加減がまたたまらない。それでは混ぜていきますか。このネギは分けぎ浅月どっちだろう。そこに沈む油を絡めて絡めて。油そば相方は初らしくて楽しみらしいです。食べたことない人、騙されたと思って一度。ラーメンだと思って食べると抵抗があるかもしれないんですけど、別の例えでね、一度は食べてほしいな。麺はちょい太め。さらに混ぜていきます。油そばや混ぜそばが大好きな私は今日テンションぶち上がってます。ずっと来たかったんだよな。娘は目の前でうめえを連呼。娘も初めて食べて感激しております。それでは食べてみましょう。今回私は大盛りということで 1.8 人前。うわうまい。海苔の感じが強いので和っぽいですね。小手そばよりも醤油を感じます。ネギ油の味がたまらなくいい。麺の太さもちょうどよく食べやすいです。油と名前にはつきますがくどくありません。いやー、油そば好きすぎるな。あっさりとこってり両方兼ね揃えてます。ネギの香り、海苔の香り、そして醤油の香り。チャーシュー綺麗だったのに崩れちゃった。うまげー。チャーシューは薄めのホロホロ系です。柔らかいタレが絡んでこれまたうまい。あれもこれも好みです。私といえば卵だよね。味玉パッカーン。黄身の形が残るの好きです。生だと溶け込むからな。白身まで味が染みててうめえ。卓上のニンニクで味変してみましょう。もともと入ってませんのでご安心を。私はどのみち臭いので関係なしに入れていきます。2は多かったかな。まあいっか。ニンニクは刻みなんですね。これがまたたまらんのよ。全く別物に変化します。突然ですがパンチが効いてうまい。これが本当の味変だ。辛そば並み750円、ドロロリン。相方はもちろん辛いやつ。糸唐辛子で辛くしてるんですかね。月見トッピングしてビビってるのかな。いや、辛いの全然いけるからそういうことじゃなさそうです。うまげ。黄身を潰す時がドキドキ。これはもうね、うまげ。あれ、糸唐辛子だけじゃなかったわ。赤いプツプツ発見。相方様結構来るよと事前にご報告を受けいただいてます。
うん？うわー、カレー。後からがっつり辛さすごいです。辛いの得意な人は好きな味ですね。さらに相方様はニンニクを加え、ラー油。さすがにこれはもらえませんでした。だって火が出たら大変。全然違いますよね。100変わるとこんなにも違うか。肉丼350円。ドロリン。これまたうまそうだな。このトロチャーの炙り系。たまんないんだよな。箸で掴むと崩れちゃいます。これは絶対うまいやつ。タレがかかってるより肉に味がついてる感じ。ご飯にはほんのりタレです。うまげ。容器が深めのお皿です。油そばと同じだから美味しいよね。山椒かな、効いてる気がします。間違ってたらごめんなさい。海苔の感じがやっぱり和のテイスト。チャーシューの油感を海苔でリセット。ガブガブいけちゃう。中はこんな感じで奥に詰まってます。お、わかった。コテそば、ごちそうさまでした。油そば大、ごちそうさまでした。辛そば、ごちそうさまでした。肉丼、ごちそうさまでした。それでは振り返りです。なんてうまいんだ。油はそこに沈んでますが全く嫌味なし、むしろさっぱり味わえた感じです。手抜きそば以外は全て制覇、裁縫確定で食べるぞ。本日はごちそうさまでした。